田島関壁と千場寺木黒島、右に帰る島湯なぎの丘での u 景今子浦は、兵庫県三方郡上町にある入り江、名称霞海岸を代表する自然景勝地の一つ。今子浜、今子、浦海岸とも呼ばれ、山陰海岸国立公園、山陰海岸、ジオパークに属している。日本海に面する兵庫県の北東部の海岸でもある、霞海岸のほぼ中央、 霞すと、芝山港の間の半島上地形の西岸に位置する。千場時期と呼ばれる万象と白車の砂浜が隣り合う、入り江で、沖には白石島と黒島が浮かぶ。千場時期沖には、帰る島という河津の形をした巨岩があり、このカエルとカエルをかけて、北前船の船乗りたちは岩に祈願したとされる。江戸時代には、芝山港 芝山五番所の出張所である、今小浦船番所出張所が置かれるほど入港する船で賑わっていたが、現在は港として利用されておらず海水浴やキャンプ、スポーツ、自然体験などができるレクリエーションゾーンとなっている。戦場時期は2010年公開の映画、ノルウェーの森の撮影地となった。2005年7月に日本の夕日百選、および 日本夕日の宿百選に選定。郵便番号669-6541兵庫県、三方郡上町霞区、堺、ノルウェーの森エガロケ地日本の夕日百選、霞海岸の夕日、上町。ありがとうございます。